皆さんこんにちは。今回は、アプデ情報をまとめていく感じになります。それでは、どのようなことが起こるのか、楽しみですね。質と同じよ。みんな、自分に無限の可能性があると思ってる。でも、どの質問と答えも、過去の選択に縛られているよ。落ち着いて。見た目を変え、身分を変えれば過去の罪をなかったことにできると思ったか。悲願。金星を解くんだ。その身が背負う力こそが剣木への道を開く鍵となる。ここに来て何か思い出したことはないか。全て君に託したよ。君たち、それとはそこの君、三人とも行かせないよ。王城の豪は源泉を稼ぐような。というわけで、ここからキャラ性能発表についてです。まずはジン、CDT と同じですが、スキルは発動時に HP を失って、通常攻撃が拡散攻撃へと強化。スキル2発動には SP1 と最大 HP 依存の割合減少だね。続いてテンプですが、攻撃を5回受けるたびに自動発動で、敵全体を攻撃して、HP を回復します。必殺技は、説明的に、最初に HP を最大 HP の半分にしてからダメージ判定っぽいです。見た感じだと、命中前に HP が変化してる。あとは拡散攻撃のようです。ヒビは HP を削って敵全体にダメージとのこと。肝心なテンプの被弾数カウントがされるか、画面に表示されていない。続いてカフカです。スキルは、拡散ダメージで敵がデバフ状態だと追加で1回持続ダメージを発生。また、この時持続ダメージの残りターンは消費しないようです。テンプは、味方の通常攻撃に追加で追撃発生みたいです。必殺技は、全体攻撃と感電付与。付与された感電は即座にダメージ発生とのことです。CDT のままっぽい。ヒビは周辺全体に雷ダメージ、だから2体同時戦闘とかやりやすいって感じかな？それでは、ルカ。ルカはスキルで敵に単体ダメージと確率で劣勢付与。続いて、ルカのテンプ専用ゲージ。攻撃することにより溜まっていき、マックスになると通常攻撃強化らしい。爆裂剣みたいなやつだね。強化通常攻撃では、カフカみたいに敵が劣勢だと追加で劣勢ダメージ発生みたい。4段の通常攻撃ととどめって言ってたけど、一応ポイントなのかな。必殺技は先ほどのテンプを1層獲得と、一定確率で敵が受けるダメージアップらしい。さすが、防御ダウンの高円錐のキャラ。攻撃は見た感じ全て単体っぽいかな。カフカとジンについては、自分が CDT についてまとめたのとあんまり変わりはなさそうなので、そっち見てくれる方がわかりやすいかも。カフカはスキルがヒットした敵全ての持続ダメージ触発、通常攻撃全てに連動して追撃。
くらいは変わってそうだけど、発表された情報はほぼそのままかな。ジンに関してはどこが変わってるかわからんかった。気づいた方教えてください。続いて10連分配布、今回も来ます。最低7回のログインがいりますが、普通に嬉しいですね。ガチャの前半はジンピックアップです。他のピックアップは、アーラン、スショウ、ナターシャ。スショウは1突狙いたいね。ナターシャは2突4突したいね。このゲーム配布が多すぎてピックアップ星4がパッとしづらい。後半にはカフカが来ます。現状公式配信で変更点が。スキルがヒットした敵すべて持続ダメージ触発。通常攻撃すべてに連動して追撃。この2つが大きそうな変更点。そして3歩発のピックアップ。ちなみに前半のアーランも初ピックアップ。後半ガチャは結構星4が豪華に見えた。希少性的な面で。後半にはカフカのモチーフも来ますね。続いて、第7世界の追加と、新しいオーナメント。会心率アップと会心率に応じて通常とスキルダメージアップ。もう一つは効果抵抗アップと、効果抵抗が一定以上だと味方の攻撃力アップ。今がちょうどの公演水用のオーナメントになりそう。会心率アップオーナメントはどうなるんだろうね。サルソットやヘルタと結局そんなに変わらんとかなりそう。あとは異物2倍も来ます。オーナメントのやつです。1日2回までを今回も5日間するのかな。トンネル異物も追加されます。なんと、2セットで HP 上がるやつ。4セットでは、攻撃を受けるとあるいは味方によって HP を消費させられた後、会心率が一定ターンアップ。この効果は累積可能って書いてますが、1.3 以降のキャラに仲間の HP を削るキャラが出そうだね。この味方、に自信が入るならアーランやジンもつけられそう。そして、速度アップ異物、これやばそう。盗賊の撃破特攻アップの速度145ライン、到達が楽になりそう。4セット効果では、装備キャラが味方に対して必殺を発動した時、味方全体の速度が一定ターン数アップ。低運やブローニャにつけることになるのかな。アスターはどうなんだろう。増加量やターン数次第では、軽減に速度サポートがいなくても攻撃苦痛ありになるのか。カフカと玉空の同行クエストも追加。陣は追加されないのか。しばらくなんで使えるの状態になるんだろうか。続いて忘却の庭で玉空が配布に。新しい忘却の庭のようです。来ないとわかりませんが、言い方的に今のに追加されるって感じかな。裏庭とは別枠で追加なら嬉しいね。あとはちらほらイベントが開催されます。こちらは、鳥を動かせるのと戦闘イベントみたい。繰り返しになるけど、第7世界解放でまたヘルタもらえるみたい。鹿が出るのか。こちらは、ゲーム内チャット用のチャットの枠がもらえる。結構気合が入っていそうなイベントです。ちなみにこんな枠がもらえるみたい。こちらは合間用のイベントかな。500星玉もらえる普通のイベントっぽい。ストーリーが追加されるので、終ボスも追加されます。ジンとかカフカの素材もここからドロップみたい。終ボスの戦闘回数を残してアプデしないと、きつそうだね。あとは普通に新エリアに伴い新ボスやギミックも登場です。新しい突破育成素材も落ちそうだね。元凶、お前と戦うことになるんか。このファイナルフォームみたいなの通常プレイにも欲しい。ということで追加ストーリー、追加マップ楽しみですね。また、別で動画作るかもしれませんが、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。